人には好かれたいはずと思うんですよね、大体の人は。あ、本当に自分も私もそうです。好きでいたいと思うよ。で、なんかこう、八方美人にさ、その顔が違うしって言って、好きな人、嫌いな人みたいなことを親父にするときにね、初対面のその大事って結構大事だなと思うんですよね。これからそれこそ面接受けたりとか、新しい利用者や新しい生活が待ってる人とかいると思うんですけど、大事な場面では毎月とかでも大事に初対面の存在がどんな時代でも一番最初って存在にしてて、そんな時は良すぎたくないんですよ。あと下がるだけなんでね。ただ私人見知りしないっていうのと、食べるにはまあそこそこできるっていうので、最初なんとなく人を、まあ、ガツガツいかない限り、そういうのが嫌じゃない限りは、まあ、そんな悪くないことが多くて、この間東京03さんのラジオにね呼んでいただいたんですよ、先生の方でやってはる。で、その時にラジオコントとフリートークのコーナーがあったんですけど、そのフリートークの中でなんか私が入ってると、こう挨拶した瞬間になんかその場の空気をなんか制圧したり、なんか制してる感じの、まあ、言葉が見やすくなりましたけど、なんか私の空気がなんかでもそう、なんかね、これ水が増圧するような、なんかオーブラが出てたみたいないじれ方をしたんですよね。まあ、そんな偉そうですから、ね、ただ、初めましての島だったんで、おはようございます、よろしくお願いします、まあ、結構しっかり出してるって挨拶しただけなんですけど、もらってから人たちからしたら、なんか、なんか、なんか、これ大きいとか、なんか、やったかもしれないなと思って、それを思われてしまったとか、すごくショックだった、私は。ですので、おはようございます。よろしくお願いします。っていう、なんか、まあ、フラット、なんならちょっと低い、なんか、ちょっと低い、おー、暗いそうやなーとか、めんどくさそうやろって、なんでもいいんですけど、ちょっとネガティブだと思って、あ、それって面白いんですねとか、あ、意外と明るいんですねとか、あ、関西弁で、なんか、つけたりするんですよって、なんでもいいけど、その、ちょっとしっかりとこから帰りたいのに、なんかその場を制圧するみたいな、すごい嫌な。いいことやと思う、丁寧に言ってくれてるんだけど、その感覚がね、なんか元気で、なんか面白い、使ってくれてはいるけど、実際に多分そういう風に印象を与えてることが多分他にもあるんだろうなと思って、うわ、なんかこう、どうしてもいきなり人生取って、で、そこから、もうこれ以上、の戦場でもうないですよって下がっていく人間、めっちゃ嫌、そういう人大変、めっちゃ嫌、第一印象嫌すぎると思うんですよね。で、この間っていうか、まあ、ちょっとまあ、